次回の対抗戦の組み合わせは、成績上位になると怪我人も増えちゃうから気合い入れないとね。うわぁ、軍人さんたちだ。あの二人妙にムキになるから立ちが悪いのよね。この前のことを考えると、私一人じゃ追いつかないな。問題は魔力量だから。なんだ、適任がいるじゃない。断られたら人を増やしてもらうってことでちょっとお願いしてみちゃおうかな。やっほー、今大丈夫？ごめんね、急にお願いしちゃって。でも助かったわ。思ってた以上に怪我人が多くてびっくりしちゃった。でもあなたの魔力のおかげで全員に回復魔法をかけても平気だったよ。うんうん、ありがとね。引き受けてくれてお姉さん嬉しいわ。応急処置する必要もなかったから予想より早く終わったけど、もう下校時間も近いわね。どうする？もう帰る？お礼したいからちょっと寄り道していこうよ。大丈夫大丈夫、もちろん私のおごりで。遠慮することないって。あ、無理強いしてるわけじゃないけど、もしあなたの都合が良ければ、だからどうかな。保健委員やってるのは回復魔法への適性が高かったからなのよね。得意な魔法っていうのも個人差があって、体質みたいなものかな。魔法は一通りできるけど、やっぱり回復魔法が私に合ってる気がする。そりゃ派手な攻撃魔法で思いっきり暴れられたらスカッとしそうだけど、訓練とか対抗戦とかの最中に怪我や備品の心配してるような人間は向いてないのよね、そういう前に出る役割は。たまに前に立つことがあってもどうしても後ろが気になっちゃう。考えすぎなのかな。武田さんにも心配しすぎって言われるのよね。でも裏方だって絶対必要だし、何よりやりがいがあるもの。あなたもそうでしょ。戦闘でバックアップするための大切な役割。あ、たこ焼き！うわー、おいしそう。聞こえた？嘘でも聞こえないって言ってよ、もう。でもこれ買ったらこの後お店で食べるもの入らなくなっちゃうよ。たこ焼きでいいの？もっといいものご馳走するつもりだったんだけど。本当に？遠慮しなくていいんだよ。そりゃ食べたいけど、私には気を使わなくていいのに。で、人のこと言えないか、私も。じゃあこうしよう。今日のお礼はたこ焼きをおごっておしまい。で、今後あなたは私に気を使わない、私もあなたには気を使わない、裏方同士のお約束ってことでね。そうと決まれば。すみません、たこ焼き2つください。